アイアエ24カルクイーンアイアエ24カルクイーンアイアエ24カルクイーンは第二次世界大戦後すぐにアルゼンチンの航空技術研究所で設計、開発された爆撃機である。外観は一見するとデファビランドモスキートであったが、プラットホイット 2R-1830G ツインワスプ星型エンジンを2機装備している。性能は低く、 どの方向の操作に対しても挙動が過敏で事故が多かったが、20年近くにわたり運用された後で退役した。なお、カルクイーンとはマプチェゴで犬はシのイ、デファビランドモスキートの成功を受けて、航空技術研究所はアルゼンチンで初めて設計、製造される双発機に類似の全木製構造を採用することにした。あやえ24は、 型持ち式の中翼配置の木製主翼にハフバリの動力を持っていた。膠着装置は通常の引き込み形式で二重折れを備えた。主車輪はエンジンナセルに、オリンは後部胴体に引き込まれた。2名の乗員は部分的にアクリル樹脂を使用したガラス製の大型キャノピーの中で並列に配置されていた。武装は機種に4丁の 12.7mm 機関銃を 集中配置し、後には 20mm 機関砲や内部爆弾層に 800kg の爆弾と主翼下に12発の 75mm ロケット弾を装備した機体もあった。もともとは AIA-24 もロールスロイスマーリンエンジンを装備する予定であったが、相当量の供給が不可能となり、結局 1050HP のプラットホイット 2R-1830。 G を代替とすることになった。マーリンエンジンを装備する派生型は、モスキートと同等の性能を発揮すると計画されたが、R-1830 エンジンを装備した試作機は時速 440km に達するのがやっとであった。後の試作機の IA-28 は、マーリンエンジンを装着したが、開発計画は、より高性能の IA-30 何区にとって変わられた。 テストで低性能であることが分かっていたが、IA-24 カルクインは攻撃機と軽爆撃機としての任務をこなすことは可能であった。合計100機が発注され、量産初号機は1947年7月4日に初飛行を行った。発注された機体の生産は1950年に終了した。 実戦部隊での運用は1957年までであったが、1960年まで使用された機体もあった。ジェーンズ・ジェーンズ・エンサイクロペディア・オブ・アビエーション・脚注書籍、ありがとうございます。